航渡る。うっかりとんでもない偉業達成。日本代表ミッドフィルダー遠藤航が今週のプレミアリーグ公式のベストイレブンに選出された。遠藤航なしのリバプールは考えられない。なぜ短期間で不可欠な存在になれたのか。遠藤の所属するリバプールはマンチェスターシティと対戦。首位天皇さんに遠藤は先発フル出場を果たし、クラブ公式のプレイヤーオブザマッチに選出されるほどの活躍を見せていた。シアラー氏は遠藤の選考理由について、彼はリバプールのキーパーソンだったと絶賛。何度も中央でボールを奪い返し、マンシティを長い時間ディフェンシブな状況に立たせたと評価している。移籍した際はリバプールファンやマスコミから低い評価で炎上も。今やこの存在感、遠藤の努力、クオリティもそうだが、クロップの手腕も。これだけ活躍してもまだワールドクラスだと認められないのはやはり日本人だからですか。プレミアの週間ベストイレブンは過去に三笘も選ばれたことあるよね。コンスタントに活躍してアジアもすごい成長してる。時代は変わったんだな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いのでぜひご視聴ください。